シンデレラ。昔々とても美しくて優しい娘がいました。でも悲しいことに娘のお母さんは早くに亡くなってしまいました。そこでお父さんが2度目の結婚をしたので、娘には新しいお母さんと2人のお姉さんができました。ところがこの人たちは揃いも揃って大変な意地悪だったのです。新しいお母さんは自分の2人の娘よりも綺麗な娘が気に入りません。まあ、あなたはなんて憎らしい娘でしょう。お母さんと2人のお姉さんは辛い仕事をみんな娘に押し付けました。それに娘の寝る布団は粗末なわら布団で、娘の着る服はボロボロの継ぎ当てだらけです。お風呂に入ることも許してもらえず、娘の頭にはいつもかまどの灰がついていました。そこで3人は娘のことを灰をかぶっているという意味のシンデレラと呼んだのです。かわいそうなシンデレラでしたが、それでもシンデレラの美しさはお姉さんたちの何倍も何倍も上でした。ある日のこと、お城の王子様がお嫁さん選びの舞踏会を開くことになり、シンデレラのお姉さんたちにも招待状が届きました。もしかすると王子様のお嫁さんになれるかも。いいえ、もしかするとじゃなくて必ずお嫁さんになるのよ。二人のお姉さんたちとお母さんは大はしゃぎです。そんなお姉さんたちの支度を手伝ったシンデレラはお姉さんたちをにっこり笑って送り出しました。それからシンデレラは悲しくなってしくしくと泣き出しました。ああ、私も舞踏会に来たいわ。王子様にお会いしたいわ。でもシンデレラのボロボロの服では舞踏会どころかお城に入ることも許されません。その時どこからか声がしました。泣くのはおよし、シンデレラ。誰？するとシンデレラの目の前に妖精のおばあさんが現れました。シンデレラ、お前はいつも仕事を頑張る、とても良い子ですね。そのご褒美に私が舞踏会へ行かせてあげましょう。本当に？ええ、本当ですよ。ではまずシンデレラ、畑でかぼちゃを取っておいで。シンデレラが畑からかぼちゃを取ってくると、妖精はそのかぼちゃを魔法の杖で叩きました。するとそのかぼちゃがどんどん大きくなり、なんと黄金の馬車になったではありませんか。まあ立派な馬車、素敵。まだまだ魔法はこれからよ。さてと、馬車を引くには馬が必要ね。その馬はどこにいるのかしら。ああ、ネズミ捕りには20ネズミが6匹ね。妖精はネズミ捕りから20ネズミを取り出すと、魔法の杖で20ネズミに触りました。すると20ネズミはみるみるうちに立派な白馬になりました。別のネズミ捕りには大きな灰色のネズミが1匹いました。このネズミは、妖精が魔法の杖で灰色のネズミに触ると、今度は立派なおひげをした太っちょ御者、馬車を操る人に早変わりです。シンデレラ、次はトカゲを6匹集めておくれ。はい。シン
デレラが集めたトカゲは魔法の杖でお供の人になりました。ほらね、馬車に白馬に御車にお供。さあシンデレラ、これで舞踏会に行く支度ができたわよ。嬉しい、ありがとう。でもこんなドレスじゃ。ん？あらわら、忘れていたわ。妖精が魔法の杖を一振りすると、みすぼらしい服はたちまち輝くような純白の美しいドレスに変わりました。そして妖精は小さくて素敵なガラスの靴もくれました。さあ楽しんでおいでシンデレラ。でも私の魔法は12時までしか続かないから、それを忘れないでね。はい、行ってきます。さてお城の大広間にシンデレラが現れると、そのあまりの美しさにあたりはしーんと静まりました。それに気づいた王子様がシンデレラの前に進み出ました。僕と踊っていただけませんか。シンデレラはダンスがとても上手でした。王子はひとときもシンデレラの手を離しません。楽しい時間はあっという間に過ぎて、はっと気がつくと12時15分前です。あ、いけない。おやすみなさい王子様。シンデレラは丁寧にお辞儀をすると、急いで大広間を出て行きました。ですが慌てた拍子にガラスの靴が階段に引っかかって、ガラスの靴が脱げてしまいました。12時まであと5分です。ガラスの靴を取りに戻る時間がありません。シンデレラは待っていた馬車に飛び乗ると、急いで家へ帰りました。シンデレラの後を追ってきた王子様は、落ちていたガラスの靴を拾うと王様に言いました。僕はこのガラスの靴の持ち主の娘と結婚します。次の日からお城の使いが国中を駆け回り、手がかりのガラスの靴が足にぴったり合う女の人を探しました。お城の使いはシンデレラの家にもやってきました。さあ娘たち、この靴が足に入ればあなたたちは王子様のお嫁さんよ。はい、お母様。二人のお姉さんたちは小さなガラスの靴に足をぎゅうぎゅうと押し込みましたが、どう頑張ってもガラスの靴は入りません。残念ながらこの家には昨日の娘はいないようだな。そう言ってお城の使いが帰ろうとしたとき、シンデレラが現れて言いました。私も履いてみていいでしょうか。それを聞いた二人のお姉さんたちは大笑いしました。何をバカなこと言っているの。そうよ、私たちにも入らないのにあんたになんか。はっ。シンデレラが履いてみるとガラスの靴はぴったりです。みんなは驚きのあまり口も聞けません。するとそこへあの妖精が現れました。あらあら、私の出番ね。妖精が魔法の杖を一振りするとシンデレラはたちまち眩しいほど美しいお姫様になっていました。あのシンデレラが。お母さんと二人のお姉さんたちはへなへなと腰を抜かしてしまいました。それからシンデレラは王子様と結婚していつまでも幸せに暮らしました。めでたしめでたし。